ハビエル・マスチェラーノがチームを1ヶ月離れることになる。火曜日に行われたナイジェリア代表との親善試合で負傷した後、水曜日のメディカルチェックで右足大腿二頭筋の筋繊維を断裂していることが判明した。これに伴い、FC バルセロナはマスチェが約4週間試合を欠場することを発表している。バルサは土曜日からレガネス戦、ユベントス戦、バレンシア戦と、3試合続けてデーゲームを戦うが、マスチェラーノはこれらの遠征に帯同しないことになった。その後ホームで行われるレアル・ムルシア戦を終えると、再びホームで、ドスポルティング CP 戦、そしてアウェーのビジャレアル戦と続く。マスチェラーノは12月17日日曜日のデポルティーボラ・コルーニャ戦までには回復する見込みだ。23日日曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるクラシコには帯同できるだろう。バルベルデはこれからの1ヶ月間を3人のセンターバックで戦わなければいけない。ジェラール・ピケ、サミュエル・ユムティティ、そしてトーマス・フェルメーレンだ。今シーズン、フェルメーレンが起用されたのはレアル・ムルシア戦のみだが、この、インターナショナルウィークにベルギー代表として180分間プレーしている。今回新たに負傷したマスチェラーノのほか、今のバルサはセルジ・ロベルト、ドレ・ゴメス、ラフィーニャ、ウスマン・デンベレという故障者を抱えている。セルジ・ロベルトが2から3週間、アンドレ・ゴメスが1から2週間、ラフィーニャとデンベレは1月復帰の予定だ。